い、こんにちは、竹下敦です。愛子さんのね、カブトムシという曲を歌わせていただきました。で、著作権などの兼ね合いからね、必ずクレジットを入れるようにしてるんです。でですね、質問を受けまして、作詞作曲、カブトムシは作詞作曲愛子さんなんです。で、愛子というのはアーティスト名としては、ローマ字の小文字でね、愛子、AIKO なんです。ところがですね、作詞作曲のクレジットは大文字で AIKO で愛子なんです。で、ね、このことを多分ね、ご存知の方は少ないと思うんです。で、何人の方からか間違ってるよっていう指摘を受けたんですが、私は間違っておりません。きちっと調べた上で表記しておりますので、アーティスト名は愛子で、愛子さんで、作詞作曲のクレジット名は、大文字で愛子です。これ確認取りましたので、間違いございません。こういった細かいことね、ご指摘いただけるのは本当にありがたいことです。見てね、聞いていただいてるからこそ、そういったね、ことを指摘してくださるので、本当にね、改めてありがとうございます。歌の方もね、正直なかなか簡単にはうまくはなりません。練習して練習して、毎日練習して、少しずつ少しずつ、進歩していけるようこれからも頑張ってまいります。何卒ね、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは、竹下敦がお送りしました。またお会いしましょう。それでは。